こんにちは、アルです。さあ、今日はですね、ヒーローモードのミステリーファイル。ミステリーファイルをですね、まとめて紹介しようと思います。今回はこちらのエリア1ですね。エリア1の3ステージあるんですけど、そこのね、ミステリーファイルを紹介しようと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、ここですね、チェックポイントのところで、何個目だったかな数えてないけど、この細い道があるんですよ。で、実はね、この細い道の下に箱が見えますかね、あそこにあるんで、こうね、この辺からピュイって降りて、しょいってついて、パッってやると、はい、ここにあります。これが1の1のミステリーファイルですね。OK、さあ次行ってみましょう。はい、続きまして21-2ですね。ここです。行ってみましょう。はい、1-2はですね、この2つ柱が立ってるところの2個目、これ下がテキインクですね。テキインクでいっぱいなんですが、ここに怪しい箱がありますね。これをピッてやると、ほーら、ミステリーファイルゲットでございます。オッケー、ナイスナイス。というわけで3つ目、いってみましょう。はい、第3ステージはこちらですね。じゃじゃん、いってみましょう。はい、1-3のミステリーファイルなんですが、ここですね、こうなんかあるじゃん木箱がたくさんあるところなんですけども、これを壊していきまして、で、この壁をね、ビャーって塗って登ります。そしてこのまま進みたくなるんですが、ここをね、くるっと回れ右です。ほら、足場があって、その先にはバヒョーンがあって、このね、高い柱の上にね、乗ってるんですね。ひょい、取りましょう。 OK。 さあ、一面はこの3つのコースだけなんで、これで終わりなんですが、このね、ここにも実はありまして、何だったっけな、青い風船か。青い風船を割っていくと、ポヒン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 、違うなあれ、何色だったっけ。何色かの風船を割ると、黄色か、えい、黄色い風船を割っていくと導かれるようにしてね、ほら、だんだん流れていくんですよ。で、それをどん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 割っていくと、どこかに連れて行かれて、やばっ、よいしょ。で、最後の風船を割ると、そこにね、ミステリーファイルが現れるという。OK。このワールドマップっていうんですかね、そこにもありますんで、探してみてください。さあ、じゃあ今日紹介したミステリーファイルを見ていきましょう。じゃん。はい。先日のちびっこ民謡選手権にて、ある少女の歌の途中、謎の衝撃波が発生し、設備が壊れる事故がありました。幸い怪我人はいなかったということです。続きまして。コアな音楽ファンの間で語り草となっている2年前の伝説の地下ライブ、DJ オクトビオの驚きのプレイと塩カラーズによる奇跡のコラボレーションは、その場にいた全てを骨抜きにしたという。で、3つ目ですね。
カンブリアームズ移転のお知らせ。いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。この度営業所を移転いたしますのでお知らせいたしますということですね。この3つ、これ実は若い頃というかめちゃくちゃ幼い頃の姫ちゃんですね。まあ、姫ちゃんのまーで設備が壊れましたよっていうね、この頃からまーが聞いてたんですね。で、次なんですが、これ実は飯田さんがあそこにいますね。これで、スプラトゥーン1のラスボス戦か、ヒーローモードのラスボス戦で、タコワサ将軍のところで塩辛節が流れてきたところで、骨抜きにされて、っていう感じですね。で、ハチとかもね、確かこの場にいて骨抜きにされた人たちっていう設定だったと思うんで、もう、スプラトゥーン2に出てくるタコはね、全員骨抜きです。塩辛節のファンです。で、3つ目、これは、武吉のね、確かね、スプラトゥーン1も武吉って出てたんですよね。で、それで、あれはハイカラシティじゃない、何シティ1はあんまよくわかんないんですけど、あそこから移転しましたよっていうことですね。OK。あ、そうだ。もう1個あったね。これですね。最後の風船割って取ったのは、このステッカーが入っております。一番最初だったのどうやったかな。緑のやつかな？違うかな？でも緑のっぽいよね。緑のです。OK！ ミステリーハンターなんですけれども、各ステージごとに一つずつ探していくっていうのを全部やって、まあね、何個か持ってたんで、それは見つけて動画にはなってないんですけれども、やっていったんですけど、スプラトゥーンじゃなくて、ミステリーファイルのね、場所を教えてくださいっていう声も結構いただいてたんで、ちょっとまとめて紹介しようかなと思います。ワールドごとにね、エリア1ごとにね、1,2,3,4,5 っていう風にやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあね、ぽい。ごめんなさーい。お、ちゃんと上にも向かうんだね。ふふ。OK。また見てください。チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。じゃあねー。バイバイ。